コーヒーゼリーはコーヒーと砂糖を使用したゼリーでデザートの一種である。日本では多くの食品メーカーから販売されており、食料を品店やコンビニなどで購入できる。基本的にコーヒーとゼラチンがあれば作ることができ、一般家庭に広く普及している。熱湯に溶かすだけで容易に作ることができる粉末も販売されている。一方で日本国外ではあまり知られていない。 コーヒーゼリーの起源には、諸説あるが、日本生まれの霊下とされ、1914年4月3日付の読売新聞の家庭欄で初めてレシピが紹介された。ただし、レシピについては1817年にイングランドで出版された料理本に記載がある。アメリカでも1896年発行のザ・ボストン・クッキング・スクールにレシピが掲載されている。 1963年には長野県にある三角コーヒー軽井沢店で食べるコーヒーとして初めて販売された。遅くとも1970年代には日本のスーパーで一般的によく売られるようになっていた。1918年にはアメリカでは有名なインスタントゼリーのジェロがコーヒーゼラチンの素を発売したが、同国のニューイングランド地方以外では、 売れず販売を中止した。現在でもニューイングランド地方のロードアイランド州やマサチューセッツ州などではコーヒーゼラチンという名前で主に19世紀のレシピ基づいたアメリカの郷土料理を出す一部のレストランで提供されているがそれほど人気があるデザートではない。また世界レベルで見ると大変マイナーなデザートであり来日経験がある人や日本の食文化に詳しい人以外は その存在を知っている人は、ほとんどいない状態である。糖分を加えたコーヒーを、ゼラチンや寒天、カラギーナンなどのゲル化剤で、ゲル状に固めて作る。この際コーヒー液の冷却に時間がかかると、アイスコーヒーを作る際と同様に、コーヒー中のカフェインと、タンニンが結合し白濁する、クリームダウン現象が起こるため、仕上がりを良くするには急冷する。コーヒーゼリーが使われているパフェ。 コーヒーフレッシュをかけて食べる場合が多く、市販品の大半にもこれが添付されている。立方体の形に切られ、パフェやサンデーなどのデザートに使用されることもある。ありがとうございます。